はい、皆さん、こんにちは、小暮です。今日は、えー、っと、気づいてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、僕が、えー、っと、今までヨネックスの E ゾーン使ってたんですけど、今月からちょっとプリンス様にちょっとお世話になって、えー、縁あって、まあ、契約していただくことができて、えー、っと、まあ、今月からプリンスと一緒に戦って全日本目指そうと。 決めたので、まあそのご報告とえっ、ー、とまあ、とてもいいラゲットなので、まあ宣伝も込めてちょっとこの動画えー、撮っております。はい、よろしくお願いします。えー、っとそうですね、僕まずそのヨネックスのイ、e、ーゾン98っていうのを大学1年生の時からなんで2015年からまあついこの間まで使ってたので、まあ2023年まで使ってたので、えー、っとまあもちろんシリーズは とあのちゃんと買い替えてきてるんですけど約8年間ヨネックス、えー、様のラケット e ゾ o n ずっと使ってきていてで、まあ、正直最近ここ最近ランキングも12030番でちょっと止まってしまってたりいろいろとこうやってきた中で、えー、やっぱりちょっと変化したいなと思っていろんな意味ででそうなった時にやっぱり、まあ、そのテニス選手に。 置いてやっぱラケットって一番やっぱ大事な部分で、えーっとまあ、ラケットもちょっと変えて、えー、ちょっと自分の中ではいろいろこう気分を一回一新して、まあ、新しいラケットでちょっと挑戦していきたいなと思って、まあ、いろんなメーカーのラケットを手段もさせてあのしていたんですけど本当あのになってプリンス様ちょっと使わせていただくことができて。で いろいろなラケットプレイスも出ていてツアーだったりビーストだったり、えーっとまあ、このファントムってラケットだったりあとは X っていうラケットだったり、まあ、あとはあの昔からあのこうコアなファンがいるグラファイトあったりでいろいろなラケットある中で自分は本当全部一通り一回試だしたんですよねでその中でえっとこのファントム100 305g 100のです、ね、であのー、また O3 っていうそのこのグロメットが、まあ、これ普通のグロメットなんですけど、まあ、このグロメットが大きいあのプリンスのほ、まあ、本当あの特徴的なここの穴がすごい大きいラケットもあるんですけどこのファントムの O3 バージョンあるんですけど穴が大きいバージョンもあるんですけど、えー、とそれも全部打った結果僕はもうこのラケット もう一筋になりましたでなんでかっていうと,、えー、とラケットがめちゃくちゃ柔らかいっていうのと,、えー、とスライスが打ちやすいっていうのが、まあ、このラケットのすごい特徴かなと僕は感じていますでうーんとまずそのラケットがあのめちゃくちゃ柔らかいんですけどこの横のここの部分ですねボールをこうフォアで打って打った時に この部分がすごいこうしなってくれるんで、こう打った時に結構柔らかい、まあしなるっていうのも、まあ僕結構そういう柔らかくてしなるラケットが好きなんですけど、このラケットとてもしなるんで、まずその打感が僕はもう一目惚れしたっていうところがあって、で、あともう一個はその、このグロメットここが結構細いんですよね。なので、こうスライスというかボレーとかを 打つときにこう斜めにこうラケット入れてくるのがすごい。こう。ラケット入れやすいっていうのがあって。なので、まあ僕そんなボレー上手くないんですけど、こう斜めに入れる？入れられるだけで結構うんん。ボール。まあボレーがこう打ちやすいので、とまあその部分にちょっと惚れたっていうのがありますね。はい。なので、まあその2つの部分がまあ、このファントム100結構魅力的で。 本当、でトップの国内のトップの選手だと多分あの白石ひかる選手使ってたりとかであのこの間、YouTube 出てくれたあの楠原選手はこのラケットの,あの,この穴でかいバージョン使ってたりとか結構、その国内のその、まあ、日本ランキングトップの選手でプリンスを使っている選手だったらこの、まあ、ファントム使っている人結構多いかなって感じです、ね。はい なので、えー、っと今日はちょっとプリンスの、えーせまあ、僕せっかくプリンス使わせていただいててとてもいいラケットだなと思ったので、まあ、僕のこの動画を見てくれて、まあ、1人でもやっぱりそのせっかくならプリンスのラケットを、えー、っとちょっと興味あるなってなって使ってくれる人が1人でも増えたらまあもちろん嬉しいなって思ったので、まあ、こういうちょっと宣伝もラケ,ラケットの何て言うんですかね、まあ、ラケットの宣伝じゃないですけど はいまあ、ちょっと自分なりの感想、まあ、正直な感想もちょっとこうやって伝えられてるかなと思うんですけどはいそうですねまあそのプリンスあ他にもまあいろいろ全部ほんとしだしたんですけどなんか自分の中のそのヨネックス8年間使ってきてのプリンスのしだらけと人通り打った感想のトータル的なこう感想を言ったらなんかまあちょっとちょっと固い気がしたなっていうか。 多分その僕ってそんなスイングスピードが速くないし、こう、バコバコ打つタイプではないんですけど、結構フラットドライブとかで、こう、しっかり後ろから潰して打つ人とか、あとはちょっとこう、ボールをコートにこうちゃんと収めたい人、なんか結構アウト多いなみたいな人で、パワーがちょっと有り余っちゃってるなみたいな人が、うーんと、そのプリンス全体的に合うのかなっていうのはちょっと感じましたね。まあでもこのラケットは僕、スイングスピード全然そんな速い方ではないんですけど、 使いやすくて、ちゃんとスピンもかけられるし、あのボールもめちゃくちゃ飛んでくれる。で、あの、そのプリンスの、まあ公式の、多分ラケットの、あの各ラケットの動画とかも、あ、いろいろ見たんですけど、このファントム100って、なんかすごい、なんか、なんかとんでもなくいいラケットができたみたいな、あのことを、あのラケットの、多分企画している方の動画、多分見たんですけど。 でいらっっしゃってで僕も打っていやこのラケットマジでめちゃくちゃ打ちやすいし本当にあの名機だなって僕は思って本当このラケットで全日本絶対目指せるって思ったんで、まあ、僕これ今選んで使わせていただいてるんですけどうんまあ僕はその、まあ、プリンスいろんなラケットしだした中で、まあ、ファントムが一番よかったっていうまあ感じです、はい、なんでぜひ、えー、プリンス興味ある方ぜひ。 しししだてもらえれば嬉しいですなんかこの間ウィンザーとかでもプリンスのあのー、イベントみたいなの多分やっててあのスタ,スタテニーの方々も皆さんプリンス使っててでそのなんかコラボかなわかんないんですけどそれでちょっとイベントもやってたのでえー、っともう国内でほんと今プリンスもう一回いろんな人にこう使ってもらえるようにあのー、僕もいろんな 人にプリンスちょっとおすすめできればかなと思ってちょっとこの動画撮ってますはい、えー、引き続きいつもあの応援してくださってる方ありがとうございますえー、っと、まあ、ラケット変えてまた、あ、本当にいろんな面でまあ、変化まあテニスもそうですけどメンタルの部分とかあとはトレーニングで体の部分とかももっといろいろ全部変化まあいい意味で強くしていかないといけないと思ってるんでここから上に行くためには。 はいまあ、なので引き続き、えー、頑張るので応援ぜひよろしくお願いしますあとはプリンスのホームページ貼っとくのでぜひ一回見てみてください、えー、僕のオススメはこの「ファントム100」ですはい、えー、そんな感じで今日の動画終わろうと思います失礼します、うん